はオーストリアの神秘思想家、教育家であるルドルフ・シュタイナーによって新しく創造された運動を主体とする芸術である。ある種の舞踊をないし総合芸術、パフォーミングアーツであるとも言われる。ギリシア語のイプシロン・ウプシロン、ロウ・ウプシロン・シータ・ミューから名付けられた。稀に英語読みのユーリズミーと呼ばれることもある。また、名称が似通っているリトミックとは直接の関連は、 ないが、音楽に合わせた体の動きや、即興演奏など、共通事項が数多くあるので大人のリトミックとも言うことができる。意識と体のギャップを埋め、言葉、または音楽の力を、全身の動きに変換し、内臓を動かす、エネルギー、惑星を動かすエネルギーを関連づける。また、言葉、または音楽の持つエネルギーを身体表現によって、具象化する。 シーンや母音には一つずつ動きが定められており、シーンの動きと母音の動きを組み合わせることで、言語を立体的に表現することを可能としている。オイルトミーは運動であるが、英語ではプレーを使わずルーマイナスする、行うと表現する。ダンスにも見えるが、厳密には、オイルトミーを踊るという表現は適切でないとされている。舞踏芸術の一種としての芸術オイルトミー。 教育の過程としての教育をイルトミー、療育的な観点から行われる治療をイルトミー、職場で行われるソーシャルオイルトミーなどがある。それぞれに音楽と共に行うものと言葉と共に行うものがあり、その両方がないものや絵画などに合わせる場合もあるオイルトミーの専門家をオイルトミストという。日本人初のオイルトミストとされているのがミュンヘンオイルトミー学校で学んだ。 アゲマツエツコである。他に武闘家のカサイアキラがドイツでオイルトミーを学んだ。彼の次男、カサイレイシメセも同じくオイルトミストとして活動を展開している2010年現在日本には70名ほどのオイルトミストがいるとされている。ただし、免許改伝になるためにはゲーテアルムでの最終発表の卒業試験が必須である。オイルトミーの最も基礎的なものとして位置付けられて、 いるのは教育オイルトミーである。教育オイルトミーは、スイスのドルナフハにあるルドルフ・シュタイナーが創設した大学である、ゲーテアヌム精神科学自由大学の芸術部門にて学ぶことができる。以下、ゲーテアヌムのオイルトミスト養成課程の判例を示す。本科は4、5年間学び、それからさらに3年学ぶことでステージオイルトミストになることができる。 本科を卒業した者だけが次の段階に進め、芸術、オイルトミストになりたい者はその専門コースでさらに3年、学ぶ。治療、オイルトミストになりたい者はその専門コースでさらに2年、学ぶ。シュタイナー教育を実践している幼稚園、小学校、中学校、高等学校において、専科の科目として行われている。日本国内においては、シュタイナー学園所等部、 中東部や泉の学校初等部、中東部をはじめとする、いわゆるシュタイナー学校において実践されている。芸術オイルトミーは、オイルトミストがソロ、あるいは集団で行うものである。スイスのドルナッハ、ドイツのシュトゥットガルト、オランダのハーグ、イギリスのロンドンなどには、大規模なオイルトミストのグループが存在する。通常は、音楽を伴うオイルトミーと言葉を伴う、 オイルトミーは分けて行われるが、稀に音楽と言葉を融合した形である、声楽曲によるオイルトミーも行われる。治療、オイルトミストになると、アントロポゾフィーの医師と共に治療にあたる。必ず医師の診断のもとに患者にオイルトミーの処方箋が出され、それに基づき、セラピストと共に患者はオイルトミーを動く。ありがとうございます。